違うもん、デブ猫なんかじゃないもん、ニンニン猫ぴょんだもん。わーい、ニンニン猫ぴょん。プニプニ。だからデブ猫じゃないって、この子は。この子のお腹には赤ちゃんがいるの。そう、だからニンニン猫ぴょんなの。わかった？はい、忍者？何言ってるの？なんだかよくわからないけど、多分全然違うと思うよ。人間だとお腹に赤ちゃんがいる人を妊婦さんって言うでしょ。ってことは猫の場合はニンネコさんだよね。でもニンネコさんじゃ可愛くないでしょ。だから愛着を込めてニンニン猫ぴょんなの。なんか自分のお腹に赤ちゃんがいるっていうの分かってないみたいだね。ちょっと心配だよね。元気な赤ちゃんが生まれるといいね。Thank you.
ともちゃん。ともちゃんってさ、国語得意だったよね。そりゃ漱石は歩くってば。あのね、わからないところがあるんだけど。ここ、これってどういう意味なのかな？全然違うと思うけど。あの孔子が？日本の少子化問題を？で、ともちゃん、本当は全くわからないんじゃないの？子曰く、すなわちて改めざる、これを過ちと言う。先生はおっしゃった。間違いを犯してこれを改めない。これが本当の間違いだ。なんで？サボるの？うわー、なんでそんな堂々と言えちゃうんだろう。追試行かなかったらとんでもないことになるんだからね。ああ、かわいそうなともちゃん、城ヶ崎先生に駆られちゃうんだ。追試サボったら丸刈りだって、そう言ってたよ。確かにそれはやりすぎかもね。しおもんなら？キバゴンを？あ、ともちゃん、早く降りなきゃ。
っちはお釣り100円ね。はいはい、350万円ね。おばちゃんとは失礼ね、こんなレディーを捕まえて。はい、お釣り50円でいいんだよね。ありがとうございました。こんにちは。どうぞ。なさいましたか？つい。これは母から譲り受けたものです。はい、死んだ母が残していってくれたものの一つです。あ、このポットもそうですけど。いいえ、私もこの香り気に入ってますから。三上さんは変なことを聞く人なんですね。あ、授業が始まりますよ。そうですね。
何してんの？学校で食べちゃいけないんだよ。なんてね、ゆえはそんなにいい子じゃないもんってことだから、一個ちょうだい。一個って言ったの。だからって口の中のやつと合体させてっていうボケはなしで。あげてるのよ。そんなのあげちゃダメなの。そういう問題じゃないってば。別にゆえが食べたいから言ってるわけじゃないの。猫はガム食べないの。特に妊娠中のこの子にそんなものあげないでほしいの。わかった？イカとガムは別次元の食べ物でしょ。それは歯がないだけだってば。決められちゃったんでちゅか。まあかわいちょうでちゅね。よしよし。
よしよし。よしよし。もう大丈夫でちからね。大丈夫でちよ。よしよし。変な男から守ってくれてありがとうって言ったんだと思うよ。あ、そうだ、さっきのガムちょうだい。あー、ひょっとして食べちゃったんでしょう。トモヤ、俺だ俺。今暇か？あ、ちょっと待てよ。来週のテストお前どうするんだ？あるがままって相変わらずすごいなそれ。分かってないな。中間テストなんかさ、出るとこ決まってんだからそこだけ覚えればいいじゃないか。俺も知らん。そこでだ、これから図書室で共同戦線を張らないかという。2.5 バカってなんだ。ISO？ なんだそれ。へえ、よく知ってるな。わかったよ。で、図書室に行くのか行かないのか。じゃあ1時に住空駅前でいいな。遅刻すんだよな。じゃあな。